どうも、ナスビーです。久々の投稿動画はイベルカーナ。双剣でスタイリッシュに倒すのが目標。ただ勝ちたいだけなら、ひたすらクラッチ攻撃を繰り返すのが最も簡単。翼は判定がお留守なので突進時くらいしか被弾しない。双剣だと下に回転しながら切りつけるモーションなので、翼から足先まで面白いくらい多段ヒットする。しかし DPS 的には微妙なので、クラッチばかりしててもタイムは縮まらない。そこで今回はクラッチは飛行時などに限定し、なるべく地上で切りまくる戦法でタイムを狙っていく。スタミナ管理が非常に難しいので、鬼人化と通常モードをうまく使い分けていく。開幕はそれでもマルチでもぶっ飛ばし安定。ただし到着が遅れるとエリア中央に歩いていくので急ぐべし。とりあえずは通常時でも立ち回れるようにゲージを貯める。あとは傷だらけのコミュニティを上げる。この透かしは乱数調整だよ。ここで透かしておくと次以降が必ず当たるようになる。まあ嘘だけどね。どうやら毒に弱いらしくナイフ2本であっさり毒状態にできる。茶と似た性質なのかもね。翼や尻尾に傷をつけると胴体付近にも連動して傷がつく。双剣だと頭への攻撃は安定しないので、傷をつけて胴体付近を攻め続けるのがダメージを脱骨。常に回避できるだけのスタミナを残しておくと、不意な範囲攻撃などでの事故防止につながる。氷あられは体感相応で回復できるので、タイミング次第では種を使わず相応して直すのがいい。クラッチ傷付けがメインの立ち回りであれば、スタミナや氷あられはあまり気にしなくていい。空中ランズは滑走距離をうまく見極めれば、かなり遠方からでも当てることが可能。お供の蜜虫はショートカットに仕込んでおくと、クラッチ中だろうが運んできてくれる。回復カスタムという甘えがないデータ版において非常に有用。装備に甘えられないならお供に甘えればいい。まあお供がいると敵の画像が安定しないけどね。イベルカーナは動きが非常に素早いため、お供ばかり狙われると追いかけるだけで全く攻撃できなくなる。この方向はフレーム回避が難しいため、空中受けで硬直を軽減させるのも手となる。熱のスリーバーの強化後は時間差で起爆するため、狙った位置に当てるのはほぼ困難。当たりそうな位置に予測打ちするしかない。ダメージ自体もさほど強くはないので、次のエリアだと弾け結晶の方がはるかに有用性が高い。ダメージよりも強化状態の解除目当てで使うといい。双剣の強化打ちには短めの無敵時間が存在する。距離もかなり長めなので、回避手段として非常に優秀ではあるものの、突進連弾から派生することはできない。派生できるのは三角ボタンを使う攻撃の後のみ、6番切りを最後まで出してしまうと、キャンセルできず回避が間に合わないことが多い。どこまで連撃するか見極めるのがポイントとなる。ランズはひたすら練習あるのみ、理屈より体で覚える方が早い。砥石はスタミナが減った時に使うと無駄がない。少しでもタイムを縮めたい時はエリア移動中の動きも大事。そして爆弾はこの辺りに置いておく。このエリアで瀕死になると必ずここに歩いてきてから飛ぶので、次に逃げられる前に倒したい時はこうやってダメージを稼ぐ。ここの落石は忖度全開なので、気づかれる前に落とせば必ず命中する。しかしダウン後の追撃時間を増やすために近づきすぎると、
一瞬で移動されて落石が外れやすい。かなり距離に余裕を持って落とす方が安全。いや、コンボで都合よく頭が破壊できた。この連携は一箇所にダメージを集中させることができ、傷部位に貼り付ければ凄まじいダメージが出る。しかし発動までが非常に長く扱いにくい。ダウンから起き上がるタイミングで貼り付くのがベスト。この突進は全身に関係があるため被弾しやすい。そしてこの尻尾投げ払いも動作が速く範囲も広い。密着すれば安全な尻尾差しと違って注意が必要。すごい綺麗に強化密流が決まった。ダメージはともかく昼に性能は高いらしい。頭が埋まってて当たらない悲しみ。綺麗に体が埋まるのはフリーズ通しての仕様です。強いモンスターほどこうやって弱点を守る術に長けている。簡単に弱点殴られたら悔しいじゃないですか。だからクラッチで全身生還体にしてね。つまりアイスボーンは全モンスターがバゼルに駆使す。バゼルは今以上に全身が敏感になります。風が吹くだけで立っちゃう中学男子並みだよ。難度外そうが意地でもロックオン機能は使わない。3DS 時代も意地でも拡張パッドは使わなかった。シューティングでもエイムアシストはする派なんだよ。どんなに負けてももはや意地なんだよ。このクラッチ忖度ヒルにはチャンスタイムではあるものの、2連回転切りからクラッチしようと思うと大体間に合わない。おとなしく普通にクラッチした方がいい。都合よく逃げ道上に落石があった。これで逃亡措置の時間が稼げる。ラッシュを終えたらすぐ先行に付け替えて撃墜。あらかじめ設置しておいた爆弾もここで起爆する。ちなみに先行状態だと動きが不規則になるため、ダメージを稼ぎにくい。まずは麻痺ナイフを残り1本まで当てておくのがベスト。連行は耐性が効くので連続して2回使っても撃墜はできない。しかし着陸させることはできるので、これは最後のダメ押しに使う。2回目の撃墜はこのように行う。クエストクリア、おめでとうございます。7分57秒、10分切りが目標だったので大幅に更新できた。ちなみに炭に出してしまうと、その時点で10分切りはかなり難しくなる。いかに第2エリアで倒しきるかがタイム短縮のポイントとなる。というわけでネタ要素少なめの総見解説でした。どうしても倒せない人はクラッチ攻撃をしまくれば簡単だよ。メインモンスターかっこ笑いになるかもしれないけど、勝ちは勝ちなのだ。製品版で対策されても泣かないでね。ご視聴ありがとうございました。